どうも皆さん、チャオ、ムカです。ということで、今回はアスタの持っている3本の剣に隠されている意味についてお話をしていきたいなと思います。まあ、これに関してはね、サムネとタイトルにもある通り、もともとモデルになっている剣が存在するみたいなんですよね。で、これっていうのがツイッターの方で DM をいただいたわけなんですけど、ノルウェー統一戦争の記念碑みたいな感じで、岩に刺さってる3本の剣があるわけなんですよね。で、それがモデルになってるんじゃないですかね、みたいな感じの DM をいただいたわけなんですけど、でそこからね、ちょっといろいろ調べたりとか、考察をまとめていってね、これ結構やばい意味が入ってるんじゃないのっていう風に思ったのでね、それをちょっと考察動画として出していこうかなと思うわけなんですけど、まあ、この剣が刺さってるってところで、まあ、やっぱりちょっと思うところとしてはエクスカリバーなわけじゃないですか。でエクスカリバーってものがあって、それってアーサーのね剣になるわけなんで、じゃあアスタってアーサーに繋がってくるんかって考えた時に、なんかそうじゃない気がするんですよ。この3本の岩に刺さってる剣っていうのはエクスカリバーとは別物なんですよね。なんでこのアーサーとはちょっと関係ないような剣になってくるわけなんです。で剣っていうのが3個あって、それの見た目っていうのがちょっとアスタの持っている剣に似てくるわけなんですよね。で1本でっかい剣があって、2本ちょっとちっちゃい剣があると。でまあそれに関してもちょっとリンクしてくるわけじゃないですか。ダンマの剣っていうのが一番ちょっと大きくて、宿魔と滅魔に関してはちょっと似たようなサイズになってるわけなんですよね。でこの刺さり方っていうのが、今アニメのオープニングでね、剣が3本刺さってるシーンがあるわけじゃないですか。それっていうのとちょっと似たような感じで刺さってるわけなんですよ。っていうのとか考えてみると、これモデルになってるんじゃないのっていうに繋がってくるわけなんですが、じゃあこの剣が何を示してるのかっていうところで簡単に言っていくと、まあ、さっき言ったみたいにね、このノルウェー統一戦争っていうところでノルウェーの統一が達成されたことを祝った記念碑になっているわけなんですよ。でまあどれも10メートルほど刺されていますっていうところで、かなりでっかい剣になるわけなんですよね。で結構観光地みたいになってて、いろいろと写真撮りに来てるね観光客の方とかが結構おられるみたいなんですけど、まあノルウェー統一戦争剣みたいな感じでね検索したら結構写真出てくるんですぐわかると思うわけなんですけど、でこの剣の名前というのが英語でソーズインロックっていう風に言うわけなんですよね。でまあ岩に刺さった剣っていうね、そのまんまなわけなんですけど、でこの剣に隠された意味というところで、一番大きい剣に関してはノルウェーを統一した時の初代国王ハーラル1世っていうね国王がいるわけなんですけど、一番でっかい剣に関してはこのノルウェーを統一したこのハーラル1世っていう人物をまあ称えた剣になってるらしいんですよね。で残り2つっていうのが、当時その王権とかを争っていた、まあ、結果から言うとこのハーラル1世に負けていた王族2人っていうのを示してるらしいんですよね。だからこそちょっとちっちゃく描かれてるみたいな、そんな感じになってるみたいなんですが、でまあこの1983年にそのノルウェー統一戦争のことを記念して3本の剣っていうのがここに建てられたらしいんですけど、この3本の剣にはそれぞれ意味があるらしいんですよね。平和、統合、自由っていうような意味があるらしいんですよ。っていうのを考えた時に、このアスタの剣のそれぞれにも平和が関係してくるもの、統合っていうのが関係してくるもの、自由っていうのが関係してくるものっていうのがあるんじゃないかなというふうに思ったりするわけなんですよね。でこれっていうのが結構アスタの剣とつながっていて、まず自由ですよ。自由ってところに関しては、自由っていうのはね、なんかそういう解放宣言とかがねあるわけじゃないですか。歴史的に見てもそういうのを考えてみると、滅魔の剣なんですよね。滅魔の剣って、まあ、因果解放っていうところで、まあ、呪いだったり魔法とかっていうのを、まあ、解放していくわけじゃないですか。それって、まあ、自由の解放ともつながってくるわけなんですね。自分に食らっていた呪いだったりとかを滅魔の剣によって解放していく、この束縛っていうものから自分の自由を解放していくというところにもつながってくるわけじゃないですか。まあ、実際ねこのマリーちゃんがね転生してエルフになった時も、瞳魔法でね固まった時も滅魔の剣でなんとかそれを解放していたわけじゃないですか。自分の体の自由が効かなくなった時に、その滅魔の剣で自分の自由を解放していったっていうような、そんな感じになるわけなので、この自由ってところには滅魔の剣がつながってくるわけなんですよね。でこの次、統合っていうところに関しては、まあ、合わせていくっていうような意味になってるわけじゃないですか。統合っていうのは、まあ、くっつけるだったりとか合わせていくっていうような、そんな意味合いがあるわけなので、そう考えると宿魔の剣なんですよね。宿魔の剣の力っていうのは、絆のある仲間から魔法を借りたりとかしていくっていうのは、そんな力になるわけじゃないですか。実際アスタっていうのもノエルから水魔法を借りたりとか、ゴーシュから鏡魔法を借りて斬撃飛ばしていくっていうような、そんな感じの展開になっているわけなので、仲間との力を合わせていく、仲間との絆を統合していくっていうところに、この宿魔の剣がつながってくるんじゃないかなっていうふうに思うわけなんですよね。っていうのを考えると、残りの平和ですよ。平和っていうのが残り1本のダンマの剣に繋がってくるんじゃないかなっていうふうに思うわけなんですよね。まあ、このダンマの剣って実際どういう力があるのかってまだあんまり判明してないわけじゃないですか。もちろんね、まあ、魔法を切っていくだったりとか跳ね返していくっていうような展開はあるわけなんですけど、あれがダンマの剣の本当の力なのか、アンチ魔法による力なのかっていうのがまだはっきりわからないんですよね。実際この宿魔の剣でも滅魔の剣でも魔法の無効化っていうことはできるわけじゃないですか。っていうのを考えると、魔法を切っていくあのダンマ
魔の剣の無効化っていうのもアンチ魔法の力っていうふうにも考えることができるんですよね。っていうのを考えた時に、じゃあこのダンモンの剣って本来の力なんなんていうふうになるわけなんですよね。じゃあ跳ね返すのが本来の力なのかって考えた時に、それってなんか剣である必要ないわけじゃないですか。まあ体験だからこそ側面使って跳ね返すことができるみたいな、なんかそんな感じの可能性もありますけど、でもそれってやっぱり剣の本来の力なんかどうかって考えた時に、なんかちょっとあんましっくりこないんですよね。っていうのを考えた時に、この平和っていうものにつながっていくっていうのを考えると、ダンマってね、断ち切る魔って書かれてるので、まあその魔っていうものがね、悪魔なのか魔法なのか魔力なのかマナなのかっていうところ気になるところでありますけど、断ち切るっていうところで全ての因果っていうのを断ち切っていく、これに関してはもうユノが言ってたわけじゃないですか。クローバー王国の魔法騎士だろうと、スペード王国の王子だろうと、この因果を断ち切るっていうようなことを言っていたわけなんですよね。っていうのを考えると、そこともちょっとつながってきて、アスタっていうのが今後世界の悪意への因果だったりとか、世界に満ち溢れてる悪意ですよ。それこそ悪さを目論んでる奴らだったりとか、この写しを狙っている悪魔たちですよね。それこそ魔人とか、そういう後々に出てくる最強な悪魔魔人っていうところもつながってきますけど、その辺からこの平和っていうのを守っていく、そいつらの悪っていうのを全て断ち切っていく、その力を持っているのがこのダンマの剣なんじゃないかなっていうふうに思ったりするわけなんですよね。このダンマの剣を使って平和を掴み取っていくっていうような、そんな感じの展開になるんじゃないかなっていうふうに思うわけなんですよ。でしかもこの三本の剣っていうのはノルウェーを統一したことへの記念なわけじゃないですか。祝ってるわけなんですよね。それを称えて置いてある剣なわけですよ。っていうのを考えると、この三本の剣を持っているアスタっていうのは後々にこの世界っていうのを守っていく、もちろんね、今からルチフェルとかが出てくるってなったら、もうほんまに世界の今後、世界の未来がかかっている戦いっていうのが始まっていくわけなので、そこで活躍をしていくってなると救世主になるわけなんですが、この三本の剣を持っている意味っていうのは、アスタが今後世界を守っていく、世界の救世主になっていく、そしてみんなから称えられるような存在になっていくっていうようなことが、まあ、暗示されてるんじゃないかなっていうふうに思ったりするわけなんですよね。っていうのを考えると、この3つの剣の平和、統合、自由っていうこの3つの意味ですよね、そこにもつながってきたりとか、今後アスタが魔法帝になっていくっていうような展開にもどんどんつながってくるわけなんですよ。っていうのを考えると、この3つ目の剣によってみんなの自由っていうのを解放していく、いろんな因果から解放して自由っていうのを守っていく、で宿魔の剣を使うことによって絆のある仲間との魔法を借りたりとか、その絆っていうのを合わせていく、統合していくっていうところがつながってくるし、残りのこのダンマの剣を使ってみんなの平和っていうのを勝ち取っていく、いろんなその悪とかを断ち切っていって平和を守っていくっていうところにつながってくるんじゃないかなっていうふうに思ったりするわけなんですよね。はい、ということでね、今回はアスタの持つ3本の剣に隠された意味についてお話をしました。ぜひね、これについて何か分かりましたらコメントよろしくお願いします。ということで、今回の動画が良かった方はぜひグッドボタンとチャンネル登録ボタンよろしくお願いします。その他次の動画でしましょう。切り開くんだって、それとなく溢れ出る情熱。